右方向に移動してください。ジャンプで段差を飛び上がり、空中で二段ジャンプを行うことができます。ダッシュを使うとトラップや敵の攻撃を避けることができます。下、ジャンプを同時に押すと下に飛び降りることができます。アタックを押して敵を攻撃できます。アタックを長押しすると銃撃を発動できます。すぐ終わります。ダッシュ中に攻撃ボタンを押すとダッシュ攻撃を発動できる。すぐ終わります。とどめ。空中で攻撃ボタンを押すと空中攻撃を発動できる。覚悟してください。上です。スキルを押して範囲ダメージを発動できます。戦士陣上です。戦士陣少し痛いですよ。セフォンジューン。射出ご注意。エボタイプの HP 低下が検出されました。復帰します。 HP 配合剤で回復してくる。操作ボタンの配置を変更できるようになりました。基本操作のチュートリアルが完了しました。まもなくエースに入ります。もうお休みですか。もしもし、聞こえますでしょうか。こんにちは、エーサー。私はスカイスアイズの運営部に所属するガイドです。電話に出ていただきありがとうございます。これから専属ガイドとしてあなたにより良い体験を提供できるよう努力いたします。あなたは普通に意識訓練を行っていただければ大丈夫です。私は適切なタイミングであなたをフォローしていきます。はい、あなたとご一緒できて嬉しいです。エーサー、こんにちは。右の方向へ移動して意識訓練に参加しましょう。よくできました。最初の訓練が完了しましたね。こんにちは、エーサー。私はこの ACE の管理者です。 IO と呼んでいただいても構いません。チュートリアル完了おめでとうございます。この解析機を受け取ってください。プロトタイプを1個解放することができます。解析機を獲得おめでとうございます。次は右側の意識訓練通路を進み、解析機を使って最初のプロトタイプを解放してください。エース計画の趣旨はスカイシティの人々の意識強度を上げることです。その原理は人の脳を長期間高強度の戦闘状態に置くことで脳の機能と適応力を増強させるものです。プロトタイプは意識訓練でエーサーが使用する化身のような存在です。各プロトタイプの能力はそれぞれ違います。意識訓練中
元の体ではこのような高強度の戦闘に耐えられません。もう一度伝えます。意識訓練通路はこの階の一番右側にあります。そこで最初の訓練を始めましょう。訓練端末を起動してください。下の動画ボタンを押すとプロトタイプの詳細が確認できます。プロトタイプを一体選択してプロトタイプ解放を長押しすると解放できます。あらゆる武器の使用や影を操る攻撃などを得意とする。また背後からの攻撃は与えるダメージが大幅に上昇する。その利点を最大限に生かすには常に敵との位置関係を調整することがポイントとなる。あらゆる武器の使用やラグナー・ザ・ブラッド・エッジスキル発動時に HP を消費するが、それと引き換えに敵にダメージを与えると HP が回復する。 HP が低いほどダメージが高くなり回復効果も強くなる。致命的な攻撃を避ければ最大限に力を発揮できるようになる。ノエル・バーミリオン二丁の銃で様々な撃ち方ができる。銃の反動を利用し空中を柔軟に移動したり攻撃することが可能。様々な攻撃スキルを組み合わせることで縦横無尽に戦闘を行えるようになる。ラムダイレブン背後のブレードを操り、虚空からブレードを召喚して攻撃する。序盤では攻撃力が課題になるが、コアポテンシャルを解放すると、様々な場所からブレードを出現することができる。次々と現れるブレードを発射することで、前方の敵を殲滅する。俊敏な動きで体験を振るい、紋章を出現させることで攻撃する。紋章にも攻撃判定があり、コアポテンシャルを成長させることでより大きく綺麗になるため、フィールドでは花が咲くように戦う。高い機動性と連続性を備えるキャラクター。縦横無尽な突進を得意とし、また回転しながら周りの敵を攻撃することができる。分身を作り出し本体と一緒に攻撃することもできる。敵を減速させ凍結させることができる。関連するポテンシャルを解放させると抜刀動作でブロッキングできるようになり、ブロッキングが成功するとさらに追加攻撃できる。また納刀した瞬間に技を発動すると技が強化されるようになる。
技をタイミングよく出せるほど強くなり、実力を最大限に発揮できる。ここの絵、さまざまな武装で高速移動や爆撃、設置ができる。コアポテンシャルを解放させることで、武装の使用後にトラップとして設置することができる。武装にも拡張性があり、多種多様な戦い方ができるようになる。白面、移動速度が遅いが高い攻撃力と防御力を持ち、カウンターが得意である。スキルを発動して敵の正面攻撃を防ぐと、破壊的な攻撃力を持つ技を発動できる。カウンターを極めることで決して倒れない戦いをすることができる。マイ夏目、槍を使い突進や投擲、さらには竜巻を起こすことができる。ポテンシャルを成長させることで、突進の数を増やすことや多方向への投擲による画面制圧、竜巻での攻撃もより広範囲となり、移動する技が多く危険な場所に入り込んでしまうため注意が必要。響き琥珀。